さあ、こちらのゲームなんですけども、いろんなね、まずこの出囃子がもう鳴っているというテーマなんですけども、もう出囃子が鳴って、舞台、楽屋にいて出囃子が鳴って舞台上に行かなきゃいけない。でもやっぱいろんな芸人が邪魔してくるんですね。それをなぎ倒していくというゲームとなっております。村上のゲボです。はい、雑魚キャラは男性ブランコ。村上のゲボです。村上のゲボクオリティでが高い。で、これ、キャラも切り替えれます、操作できるキャラも。す。村上です。どういうこと、何？村上です。フルボッコです。で、これね、途中にアイテムがいろいろ落ちてきます。コーヒーとかお弁当とか、それを拾ってね、どんどん強化することも可能です。はい、チキンなんてね、もうええわ。どっかで見たことありますよ本当にエビじゃなく一匹のベストして見てきたんですね。よっしゃ、村上です。ユニバース。お、フルボッコユニバース。もうええわ。村上です。さあ、自分のキャラがね、体力減っていったらチェンジしていってマよ。っジしカゃ、ルナブーです。まずは一面クリア。村上のゲボこのゲームです。村さ、上のゲボです。野田クリスタルちょっと弱いんだよ村上のゲボです。村上のゲボです。村上な。勘のゲ弁してボです。よ。なんで弱いの、野田クリスタル。村上のゲちょっボとで使いづらいんだよな。村上のやだな、やっぱ自分のキャラ使いづらいっゲボです。お前の葬式て。出ないって決めたんだ。初めてなるけどさ、そんな状況。村上のゲボです。村上のゲボだでってす。村上使いたくなるもん。村上です。ほら、こっちの方が全然強いよ、ほら。村上です。大宅。はい、自動で動くんで、片方動いてないとき、片方を、コンピューター操作にしてる場合は、体力が自動で回復していきます。だから体力、自分の操作してるキャラクターが体力低かったら、どんどん変えていくと。自分の操作キャラを。村上強いの腹立つな。ほら、村上のゲボです。ちょっとなんか直線しかさ、行かないからさ。村上のゲボであとディレイもなんか長いじゃん、硬直も。質問でかいんだよな、これ。何これ。村上のゲボです。村上のゲボです。ゲボです。俺になんかそういうメッセージこもってる。お前、硬直投げえぞって。一回一回。そういう意味込めてんの？誰かその意味込めてきた？村上のゲボです。勘弁してよ。村上です。ほら、超強えじゃん、話してるだろ。村上中です。に。もうええわ。ニューヨークフルボッコよ。ね、この制作も村ね、大上変だっのたんでゲすボよ。です。やっぱその、まあ、村上の僕がプログゲボラミングってでないんす。で、カヤック村上さんのに、ゲボです。野田で一緒に作ってるカヤックさんに頼んだんですけ村上ど、やっのぱゲ楽屋ボの感じとかです。ね、ニュアンス伝わりづらい部分もあったりとか、出囃子が流れている、村上出囃の子ってなんだみたいなゲボです。村上気分のになってゲくるんボで、です。結構ね、村そ上の辺ののニュアンゲボス、です。いろいろ会議重ねて、村上です。強えな。村上です。明らかに強えな、これ。いるな、カヤックに、これ。村上ファンが。悔しい、この、村村上上のが死ぬわゲけボにはいかないです。からっていう状態、悔しい。村上のゲボです。せめて俺が死ねばいいみたいな状況は、村悔上しいのな。ゲボよでし、す。もう少し、もうちょい、もうちょい。よし。あげちゃうよ。40歳過ぎの若おじさん。村上のあ、やばい、ゲボいかれた。くっそ。いかれたぞ。でも、ステージには出村上る。のゲボです。ちゃんとステージには出る。村多上いな。のゲボです。村上のゲボです。回復し村上です。て、野田クリスタル。村上です。村上強え村上な。です。村上ゲーじゃん、こんな村上です。もん。村上への道じゃん、村上こでれ。す。なぜか男性ブラ、雑魚キャラ誰にしますかって言って、男性ブラン村上コってです。すぐ出たんだよな。なんでなんだろうね。出た、オズワールド。調子乗ってんじゃねえぞ、お前ら。最近調子いいからって。強えな、クソ。あ、強い。村上です。減るな。村上です。よしよし。あとは雑村上魚一です。匹。今雑度魚畑君の中。友達俺雑に魚来のてくれ畑中ない倒しか。て終了。よしよしありよがしとうよしございよます。し、ステージにこれだ。本当 MIA の道っていうのは大変っていうのは伝わったと思うんですよ、これで。でもね、これだけじゃないんですよ。よく決勝制した、大したもんや。けどな、まだ審査が残っとるんやで。ここからがほんまの最終決戦や。かかってこい。来ました。来ました。師匠、これの許可取りが一番難しかった。許可取りしました。これは本当に大変だった。直談判しに来てますから。怖かった。実際こんなにでかいですからね、本当に。村上です。村上です。
あなたの、あなたの癖全部分かりまして、僕はすいませんね師匠、倒させてもらいます。村上です。さあもうちょい、最後は野田で倒したい。村上の最後は野田でいきたい。せめて村上のゲボです。わあ、お前が倒すんかい。おい、お前のノーマル攻撃で倒すんかい。不調子なんだよ。いいんだよ。こちらね、ほんと ABC の M1 事務局も協力していただいて、名前使っていいよということで、はい、ちゃんとトロフィーも出てきて、こんなに暴力はどうなのかっていう感じになりそうだったんですけども、大丈夫でしたね。さあこちらノーマルモードだったんですけども、こちら、ラストまでクリアするとですね、ちょっとネタバレになってしまうんですけども、もうまあ500円なんでまあいいでしょう。別に大したネタバレでもございません。なんと使います。ちゃんと使います。ワクワクするでしょう。ラスボス使えるなんて、いつもいつだって俺たちはラスボスが使えるようになることがワクワクするんだよ。わあ強そう、かっけー、強い強い強い。これなんだよ。あーもう瞬殺瞬殺減る。あー瞬殺気持ちいい。これのちょっとハードモードで誰でやろうかな。誰が強かったかな。シソンヌ結構強かった気がするんだよな。シソンヌでいきますか。あーでもこれ硬直長えな。長谷川ちょっとジローにしてみよう。ジローかっこいいな。あかっけえ。わかっこいい、強いな。ジロー強いな。結構遠目から狙っていった方がいいね。うん、ああでもそういうパターンもあんだ。やばい、ここで長谷川、あバランスがいい、バランスが非常にいいぞこのシソンヌ。本当の平場のようだシソンヌの。さあ向井が、クリアすると。あんま強くねえな向井。うわ、弱いな。向井、向井弱いな。お前弱いぞ向井。カン君使おうぜ。カン君の鉄パイプ。センスあるよ。お、想定みたい。後半。あ、いいんじゃない。センスあるよ。カン君。ちなみにこれ尾形さんはもうずっと3球やってるんですけども、尾形さんはもう動かせないです。ちょっとシステム上ね、2人しか動かせないもんですから。でもしょうがない。尾形さんは3球やってるだけ。でこのバトルに一切かかってきません。ダメージも与えてない。死にもしない。いるだけ。しょうがないこれは。システム上。絵になるじゃないですかなんか。ほらなんか絵になりません。岩倉がこうナタ持ってるのって。いいっすよね。チョロワ。でマジで。その頭身が合ってないですね。うん。どっちも合ってない。中野も合ってない。おうおう、どういう意味？強そう強そう。どういう意味？センスあるよ。ああでも帰るって弱いかもな。まだ M1 決勝は早いか。帰るってさすがに。お前たちじゃまだ早いな。まずはキングオブコント取ってもらわないと。ちょっとマジカラブ村上強いな。現時点だと。もう一回ちょっと村上でハードでやってみようか。威力がちょっとバグってないですか。村上です。ほらめっちゃいるよ。村上です。ほらおかしくないこれ。いくらなんでも村上です。片や俺村上の。何これ村上の嫌いってこと。村上のゲボです。腹立ってた。もしかしてダメージ全然違うんですよねこれね。村上です。もうええわ。村上の届かないし。村上のゲボです。弱弱弱。夜じゃねえ。 M1 グランプリへの道出囃子はもうなっている。こちら Steam の方で500円で発売しております。非常にやり込み要素もあり、ハードモードに至っては本当にクリアできるのかと。まだちゃんと Twitter とかでも見たことありません。
ハードモードでクリアしましたっていうのをね。なんでぜひともこちらの方買って、ハードモードで全クリしてみてほしい。それをぜひともツイッターの方で上げてもらいたいです。こちらのね、ゲームの売り上げが良ければ、またあの特番がありまして、また新しいゲームを作れますんで、というね、新しい野田ゲーの戦略考えたみたいな、喜んでました。これでいいじゃんっつって。この商法でいいじゃんっつって言ってましたんで、皆さんもぜひね、お買い求めください。友達にもおすすめしてみてください。500円なんで、本当にお手頃価格でございます。はい。